皆さんこんばんは。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。紀ノ国屋書店久留米店プレゼンツ深夜の週刊ランキング、いらっしゃいませ。私紀ノ国屋書店久留米店店長の花田です。ということで、ちょっとね久しぶりの動画投稿となったんですが、ついにですね、この動画もシーズン2に突入しました。ありがとうございます。というかですね、すいません、動画の投函期間がちょっとかなり空いてしまってですね、ちょっとかこつかないんでそれっぽく勝手に言ってるだけでして、ちょっと丸々1ヶ月以上空いてしまったんで、もう終わっちゃったのかなと思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあまあ季節も巡りましてシーズン2ということで、勝手に名付けてるんですけれども、まあ、引き続き動画投稿やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。このシーズン2もですね、閉店後の紀ノ国屋書店久留米店の店内から、週間ランキングですとか何かおすすめ情報なんか発信していきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画の方をご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今週というかもうこの夏っていう感じなんですけど、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、私のこの夏のね思い出といえばですね、もう本当に何年ぶりだっていう感じなんですけど、娘 と, ちょっとプールに行きまして、流れるプールにこうずっと流されてたなっていう、もう本当に至福の時間でしたね。すごい楽しい思い出になりました。あれなんか本当にプールってなんかこう1時間に1回ぐらいこう全員プールから出ないといけない時間みたいなのがあったなみたいな感じでありまして、でこうみんなこうじりじり近寄っていって、それが終わった瞬間にみんな飛び込むみたいな、なんかやっててみんな懐かしいな、このあったなみたいな、なんでこうプールってこうみんなあんなテンション上がっちゃうんだろうとかって思いながら、まあさすがに私はちょっとまあ年齢も年齢なんでそれに参加はしなかったですけど、いやなんか懐かしさとなんかこの流されるままの感じっていうのが非常になんか良かったですね。思い出として残ってます。皆さんもですね、なんかその楽しい夏の思い出、この夏できたでしょうか。はい、それでは、早速ですね、この動画、いつものコーナーに行ってみたいと思います。行ってみましょう。はい、ということで、今週の紀ノ国屋書店久留米店ベストセラーランキングということで、ランキングこちらとなっております。1位はですね、コムドットゆうたさんですね、こちらのスタイルブック非常によく売れてます。それから、池井戸さんの新作ですね、はやぶさ消防団、それからいや今週はかなり、すごい豊作ですね、パンドロボの新刊おにぎり坊やの、旅立ち、めちゃくちゃ気になります。パンはおにぎりっていうといいですね。それから、月の満ち欠け、そして、新刊に合わせてですね、期間もランクインしましたパンドロボ1巻目、ここら辺は本当に人気あるなという感じです。はい、ということで今週のランキングでした。やっぱ結構間空けちゃったんでね、かなりランキングも入れ替わったなっていう感じがありますね。はい、以上になります。はい、それでは今週の、店長のおすすめ紹介ということで、はい、もう今週はこれですね、本当に可愛くて素敵です。吉武慎介さんと紀ノ国屋書店が、コラボした、トートバッグ&ランチトートですね、先ほどのがトートバッグでこちらがランチトートになります。真ん中にですね、吉武慎介さんが、デザインイラスト描いていただいた、イラストが印刷されているトートバッグとランチトート、本当にこれはね紀ノ国屋以外では買えない商品になってますので、非常に今一押ししております。ぜひぜひ店頭で現物見ていただければですね、可愛さがより伝わるんじゃないかなと思ってます。なかなかねここまでこう一押しって言ってもこんな自信持って押せるのないなっていうぐらい非常におすすめの商品入荷してますので、ぜひ、久留米店店頭に、お越しいただいて商品の方、ご覧いただいてください。よろしくお願いします。
はい、ということで、紀ノ国屋店グルメ店プレゼンツ深夜の週刊ランキングシーズン2ということで、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。これからもですね、まあシーズン2だって何も変わってないじゃないかっていうお声もあるんですけども、毎週ランキングとおすすめの情報を、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、末永く、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、そろそろ閉店の時間となりました。また来週、この時間、皆さんとお会いできればと思います。それではまた来週お待ちしてます。